そうだな。おーい。で、カーケン、まず、あれだよね。はい。ルームの入り方がわかんないと思うから、ほう。そう。送ってきた画像があったじゃんか。カーケンが。俺が、あ、はい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 。書き始めといてください。了解。はい。そのね、プレイを押して、あ、待って、俺もちょっと一回抜ければ。じゃあ、プレイ押すじゃん、プレイ。プレイ。うん。アモンガス開いてもらって、プレイを押します。で、左上にあると思うんだけど。オンラインでプレイってやつですかね。あ、うこれか。え。ん。うん。オンライン選んでもらって、オンライン。で、右下の、なんか地球のマークがあると思うんだけど、それ、地球。なんか、アなんジか、かくれんぼって書いてるっすよ。ア。え？違う、オンラインだよ。ローカルじゃ、ん？違う、プレイね。プレイのオンラインで、そのホスト公開ルーム、非公開ルームって表示されたもんだよ。あ、やべえ、ついていけねえ。やばいか こいつやばいか え、待って。あったあった。カーケン、ちょっと待て。プレイ方法。この画面になってほしいよな。この画面に。今何が出てる？画面上に。プレイ方法。プレイ方プレイ法？方法。あれかな？チュートリアルみたいなのかな？ああ、そういうあれなんかな。で、パイセンのやつが。いや、パイセンのこの画面は出てないっすね、まだ。ん？なんか進むとかなり？てか、日本語にできてない？もしかして。ああ、出てきた、出てきた。あ、出てきた？じ来た、来ゃあ、た。はそのい。右下のところを押してあ、もらっ QR て。は。で、それ、アジアにしてもらって。アジア。アジア。うん。で、非公開ルームを、公開ルーム。で、コードを入あ力ってあって、こちらにコードを貼って入力するんですよ。あ。ほうほうほう。で、今、マロさんが、部屋番号の、テキスト、このディスコードのテキストのところに、なんか入力、あれ。うん、そう、R から始まるやつ、全部言わないでもらって 配信してるんでね、一応。あ、そうなの。え、はい。これ今配信中？はい、配信中です。えぐ。え もうカーケンのポンコツぶりが配信でさらされてるからな、すでに。えぐ。これで、入れますから。貼り付きで。これで三角押して始まるのかな？うん、そうだね。とりあえずそこまで。クイックチャットのみとフリーチャットがあるんですけど。うん。あ、消えた。え？チャット扱えへんからいいよ。チャットモードが正しくありません。チャットは使わんから大丈夫。チャットは使わん、大丈夫。あれ？もうみんな部屋入ってる、もしかして。入ってるよ。嘘？あ、ちょ。これ、マルよさんが送っし。てくれたやつかな。そうそう。おお。最後オッのケー。やつ。はーい。先に始めといてってことなんでね。ソースさんはいないですが。ガーケンは？何でつまずいてんのこれ。あれ、俺入ってこないっすね。いや、分公かって開るルーよムを知ってる？あ、ロフィス終わる。終わる。非公開ありルーだ、あムりだ。で。見とくか。ねえ、見て見て、かわいくない？これ。あ、始まっちゃった。あれ？じゃ、一旦ね。一旦です、これ。誰があれだっか、け？マスター。言うて。今回、インポスターだったやつ。誰？インポスターになった人いる？誰か言って、はい、終わらせ。そこ終わらせて。あ、そういうこと？俺じゃない。俺じゃない。俺じゃ、俺俺じゃいない。俺、りょうさんじゃない？りょうへいか。俺じゃない。俺じゃない。リサ子？じゃあ、え、リ俺サじゃ子ない。やけ。じゃあ、リサ子マジで俺じゃない。
じゃあ、じゃあ、リサコだよ、それは。リサコだ。リサコだ、じゃねえよ。なんやねん。リサコだ。リサコ、インポスターな。リサコだ、じゃねえ。リサコだ、じゃねえよ。インポスターやねん、何ふざけん。俺ね、ちょっと、待って。え、その三角押せば入れるで。なんかね。でもね、今俺らがゲームに入ってるから。ああ、なるほど。うん。今入れると思う。これで入れる。今だったら入れると思う。今だったら。よし。うん、違う。これリサコ。なんで？何が出る？え、ちょっとママやん、何それ？ペットゲットしてんじゃん。うん。なんこれ？え？雪だるま。あ、本当だ、マルさん雪だるま可愛い。雪だるま課金じゃね？違うよ。チャットモードが正しくないって言ってるんですよね。何？何？もう一回言って。何が正しくないって？チャットモードが正しくありません。いや、そんな設定あったっけ？チャットモード、あの、コードを入力した横の矢印を押すと、それが出る？出ない？出るっすね。え、なんで？一回抜けてみて。あ、これ下のクイックチャットのみとかフリーチャットが、フリーチャットにしとかないとダメ、ダメかも。あれ、なんかそれ選択できないかもしれない。りょうたくん、これ多分10人までいけますよ。5分の10ってやったから10人までいける。10人までいけます。ちょっとやばい。今ね、クイックチャットのみが。カズさん、こんばんは。すいません、チャットちょっと今見ました。こんばんは。こんばんは。っていうことは、スマホのそもそものあの設定の問題だ。まして今、カーケンがちょっと手こずって、手こずってて、すいません。パソコンなんすよね。パソコンやろ、今。今、パソコンっすね。Mac だったら、だってわかるっしょ、両平だったら。Mac じゃない、Windows。え、そっち？あ、Mac じゃねえんだ、それ。え、アカウントは、あれ、管理者アカウント？自分で作った Google アカウントで。Google じゃねえよ。あれかな？ Windows のアカウントだよ。あ、自分のっすよ。あれ、これスマホでもできるんですか？まあできるけど、うん。できるよ。スマホの方がスムーズにいくかもしれない。うん、まあその可能性はある。うん。そうやな。やっぱり最近の若い人はパソコンあかんのかね。いや、そんなことないです。俺だけやと思う。おっさんくさい発言やめろって最近のコアとか言うのやめねっておっさんやもん。俺の若い頃はわいわい老害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 。どっちかというと今の若い子の方がパソコンわかるじゃない。うん、いや、あの、多分わかるでしょ。最近は学校でもパソコンやらへんから。え、最近なんかプロプログラミングの授業ありましたけど、そこの斜め右前の学校。斜め右前？うん？あ、そうです。うちの斜め右前学校なんですけど。でも高校とかタブレットらしいよ。もうパソコンやんない。りょうたくん了解です。マジ？もしかしたらね。もしかしたらね。じゃあ、あれ。俺だけ把握しときますわ。もしかしたら来るかもってね。なんだろう、俺気が向いたら来てください。使ったパソコン高校の時の自作が最初やったから。カズさん、おっさんわかる。レベル高すぎ。カズさんと近いんでしたっけ。ペンティアム2の、まあ、カズさんの方がちょっと上。もうわかんない、もうわかんない。本体を買って、あとそこにパーツを組み合わせてた。タカピーが落ちた。まあ、まあ、落ち着いたらじゃない。
準備ができてないらしいから。カズさんと近かったっけ、ハメンって歳。カズさんの方が5ぐらい上ちゃうかな。全然近くなかったね。おっさんとおっさんって言われてわかるだって。カズさんがコメント。みんな配信見ないでくださいね、やってる人は。あれ、今ってあれですか、普通に入れる状態なのかな。入れるよ。入れるよ。大丈夫。スマホからでも入れねえんだ。なんかスマホの方では探してるゲームが見つかりませんって言ってるんですよね。そう、アジアにしなかった。アジアじゃないんじゃん。アジアにした？マジで？アジアじゃなかった。素晴らしい、お前。うわ。違う。こいつは、こいつは、おお、ビッグプロット入ってきた、ブッなんか俺多分。あの、さすがに名前変えてもらえませんか、これ。一回抜けて、ロビー戻って、だな。あ、待って、このビッグなんとかに一応フレンド申請送るわ。はい、送りました。申請が一件あります。やべ、ちょっと、初心者すぎて。一回出て名前を変えればいいんですか？一回出て、名前アカウントってところで。うん、変えれるよ。戻る。ま、それで名前変えて入ってきたらやりますかね。そうだね。うん。一旦。マッシャン怖くないよ、怖くないですよ。マッシャン動きおかしくないですか？何がなんかすごい滑ってる。何このね、ヘリに、はい、行って S キーを押すと下にスライドする、はい、フレンド機能初めて見た。あ、これね、こいつ、これ本当は知らなかった。おお、名前変わりましたね。はい、じゃあ、カーケンが来たんで、じゃあ、まあ、はい、ちょっとマロさん、まあ、はい、軽く説明、お願いしていいですか。はい。お願いします。ではでは。はい。ではですね。はい。アモアスやっていきます。ちょっとみんな上の方に来てほしいですね。はい、上。はいはいはい。良平さんあたり。はい。はいはいはい。はい。じゃあ、まずですね、この、まずアモアスとは、まあ、いわゆる人狼ゲームの一種ですと。はいはい。で、クルーメイト陣営とインポートスター陣営に分かれて、それぞれ勝利条件を目指して、行動しますというような、ゲームになります、基本的な流れ、まずはクルーメイトは、左上に多分タスクって出てると思うので、そのタスクを、クリアする、うんうん。これはマップのいろんなところに点在してますので、マップは右上のですね、上から2個目かな、パソコンの人は。うん、アイコンがあるので、そこのびっくりマーク、黄色いびっくりマークがついてるところが、クルーのタスクの場所ですと。で、インポスター、今回誰ですか？はい。はい、浜谷さん。浜谷さんは、インポスター。インポスターは、この中にいる、羊の中の狼になりますと。で、インポスターはクルーを殺す、キルすると。で、死体、もし誰か、で、あ、はい。カワケンが殺されたんだ。はい、はい、今、浜谷さんが、カワケンさんを殺しましたと。そうすると、右下に通報ボタンが光りますと。そして、通報を押すと。一番。浜谷、お前、いっちゃん殺しちゃいけねえやつ殺しやがったな。お前、何しとんねん。みんな密集しすぎやから、誰かわからんかったね。はい。で、死体が発生して、会議が始まります。通報されると、このように会議が始まって、この中で、
誰が殺したか犯人を探します。お前がやったやろ。あまや、まあ一旦今回は今回はあの入れなくていいよ。スキップしました。あスキップで、あの投票誰か人に合わせて、投票することもできるし、投票をスキップすることもできます。で過半数を投票された人が追放になりますし、スキップ票の方が多かったらスキップになりますという感じですと。まあ、最終的に、クルーあとですね、ここ真ん中に、エマージェンシーって書いてあるんですけど、ここ誰か押してください。はい、ここでも、死体発見されてないけど会議が始まります。1人1回持ってますので、自動的に会議を行うことができます。自動的にじゃないね、能動的に会議を行うこともできます。はい、まあ、こんな感じで、まあ、誰が犯人かっていうのを探していくんですけれども、インポスター陣営の勝利条件、インポスター陣営はクルーメイトと、インポスターの人数が同数になる、もしくは、サボタージュというですね、緊急的なタスクが、発生させることができます。インポスターはそれをクルーがクリアできなかったら、勝ち勝利になります。逆にクルーメイト陣営、クルーメイト陣営の勝利条件、こちらはクルーメイト全員が、タスクをすべて完了させる。これはですね、殺されてしまった、あの霊界にいるクルーメイトもやらないといけませんと。ゲームは幽霊になってるけど、あのタスクはできると。なるほど。はい、で、もしくは、まあ、会議でインポスターを全員追放する。まあ、今回、今は1人でやってますけど、大人数になってくると2人とかっていう風にしていこうかなと思います。で、あと、一応役職があります。クルメイトの役職として、守護天使。こちらは、最初に死んでしまったクルーメイトが、生存者に対してバリアを、張ってですね、インポスターのキルからその人を守ることができます。で科学者、どこでもバイタル、まあ、あの生存確認、他のメンバーの生存状況を確認することができる。まあ、今回は入れません。で、エンジニア、これあのこの後あれかな、今回エンジニアって入ってた？誰か？今回エンジニアは私でした。あ、OK です。じゃあ、会議終わったら、どこにあったっけ？右下にある。右下か。OK、OK。はい、右下の、はい、エンジニアとですね、インポスターはこのくっつき口ベントというものに入ることができます。入って移動することもできます。エンジニアだけは、入って移動できる時間に制限があります。インポスターは確かなかったと思います。うん、ないね。はい。まあ、クルーメイト陣営は、これだけかな、役職は以上です。で、インポスター陣営、インポスターと、シェイプシフターという役職、どちらかがつくようにしてます。インポスター、うんとしては特段あの特殊な能力はないんで、人をキルすると、クルーをキルするという能力しかありません。でシェイプシフター、こちらは、クルーメイトに変身することができます。なので、誰かに変身して誰かをキルするというようなことができますので、まああのごちゃつかせるというふうに、例えば、リサコさんが、エンジニアで、浜谷さんでしたっけ、うん、浜谷さんがシェイプシフターだとしたら、リサ子さんのふりをして、殺すということをしてきますと。お前お風呂に殺すとか
ちょっとうざかった。こいつ。しんど。はい。まあこんな感じでですね。はい、最終的にクルーが勝つかインポスターが勝つかというような感じで、ワンゲームずつやっていくというような感じになります。川健質問は？ああまあできそうですもん。本当？だいぶ情報が多かったと思うけど。うんだいぶ多かった。まあまあ多分やれば覚えると思う。タスクの役職はとりあえず。何？タスクのこなし方がわかるのかなっていう。今ちょっと試しにどっかやってみたら。タスク今できるよ。死んだ状態でも。死んだ状態でもできるわ。うん。そっか。うん。ちょっとやってみ。もしもーし。タカピー？あ、もう聞こえる？聞こえてますよ。声、すっごい声ひどいね。ガビガビ。もしもし。え、くっそ割れてる。割れてるし、ガビガビ。うん。ガビガビででかい。あー。ちょっと喋ってみて。あ、まあまあまあいい感じか。ああ、こんな感じかな。ああ、まあまあ。でかいか。ちょっとでかい。お、これは？あ、いいね。あ、いいね。いい感じです。マスクいけた？うん、今配線の修理してます。ああ、じゃあいけそうだな。おお、なるほど。こんな感じでこの場所場所によってやることがちょっと変わってくる。でこんなんしてるうちに殺されるってこと？殺される前にだが犯人を探し出すよ。そう、もしくはまあ全部タスクを終わらせるか。なるほど。あのだから死んだ状態でもできるから、死んだらタスクすることを忘れないようにしなければ。うん。ただ守護天使になった場合はあの他の人を守ってあげた方がいいからタスクをやりつつ。自分のタスクもやりつつ敗北かい。いや、あのだからハマヤンがいっぱい殺したからハマヤンの勝ちってこと。そうそう、これであのそういうことやね。インポスターとあのクルーがどうするなったからこれで終わり。俺の勝ち。責任重大や。でもう一回部屋戻るときはもう一度プレイでちょっと待ってれば大丈夫。うん、オッケーやね。え、これ、はい、ちょっと、質問。はい、はい。これ、あれ、プレイ中って、ディスコードの方をミュートしといた方がいい？あ、そうですね。パソコンの人でベタクル入れてる人は、プレイ中は、ディスコードをミュート。で、会議の時だけ、ディスコードをオンにする。って感じでお願いします。了解です。で、多分、今回は前回と比べて、霊界、断末魔の声がちゃんと聞こえるようにはなってるはずなので、そこら辺もちょっと注目していただければな。なんかさっきと色が変わってね。変わってる。川県お前、裸みてえな色するのやめね、お前。私川県に色取られて真っ黒になっちゃったんだけど。急に炭色になって。可愛くないんだけど。やだ。何遊んどんねん。あれ、タカピもういけそうな。うん。反応がない。タカピ聞こえてんのか？いなくなっちゃった。谷口隆人なんで、なんでさ、さっき聞こえるって言って、どこ行っとんねん、こいつは。何どこふざけんなよ。え、タカピーは、やったことあるんだっけ？ないんだよな、きっと。多分、ないと思う。そうだよ。なんか昨日一緒にやってた時は、俺結構ヘイト稼ぎそうだっつってた。え、ずっと。あ、アマソやってたの？あ、違う、怪しまれて終わりそうっつって。ああ、そういう会話もしたってこと？エペ、そう、昨日エペやってて。まあ、一番ね、なるほど。平気な顔して嘘つくとかよな。平気な顔して嘘つく人しかおらんから TKP って言っとくけど。俺はそんなことない。おめえだよ。お前が一番やばいやろ。
で、ベタプレのミュート解除してた。はい、どうかなぁ。どうでしょう。いや、カーケンが良ければもう始めますか、一回。あ、タカピ？タカピ？何？はいはい。え、やれるんですか？やれそうだね。あ、ほんと？じゃあ、あのね、ベタクルも入りました？は入れてないな。あ、ベタクルなしで。で、あとはルーム入れるかどうかじゃん。ルーム多分やってなければ入れるんだよね。あ、うん、まあやってないから。うん、大丈夫。入力したらいいよね。うん、ね、そうそうそう。どれだっけ？何人だと2人の方がいいのかな？いや、ね、1回、あー、でもどう？8人だったら2の方がいいかな。まあ8人だったらね。え、今8人 ?1、あー、操作いないんだもんね。そうだよな。そうそう。探してるゲームは見つかりませんで、だって。あ、それね、サーバーが。俺と一緒や。うん、ロビー戻って、右下にサーバーがあるから、アモアスやってます。右下？カーケンもおります。え、クレイジーパパって、ごめんなさい、ショウゴさんかな？ショウゴ？あ、クレイジーパパだとわからんな。右下にサーバーどう右下って。あのホスト公開ルーム、非公開ルームってのが出るでしょ、プレイをした時に。プレイ、オンラインじゃなくて。オンラインの方を押して、うん、で、そのホスト公開ルーム、非公開ルームの右下。あ、OKOKOK、分かった。ちょっと待って。これアジアにして、で、コード入れて。ハルさん、あれかな、名前、あれ。名前もこれ変えた方がいいのか。変えた方がいい。だからこれね。へんてこな名前で入ってくることになる。名前を変更か。甘屋もおりますよ。甘屋もおります。はい。豪華メンバーっすよ、豪華メンバー。青。うん。チャンさんや、クレイジーパパって。ふざけんな。ハマヤンとカオケン、ケンジさんが見てくれてる。入ってきた。お、来たー。はーい、TKP 代表が来ましたよ。うん、じゃあ、とりあえず、まあ、タカピ、なんとなく、なんとなくタカピをやってもらうか。あ、やりながら覚えてもらう。あ、俺はやりながら覚える感じだから。OK。OK でーす。じゃあ、最初は何名で行くんですか、鬼は。どうしよう。2名で、これ、1名で、あれ？とりあえず一人で様子見てみようか。ああ、一人でね。で動かせない感じ。いや、あの、あ、じゃあ、WASD じゃない。ああ。動かせない。あ、でも、あの、設定で、操作で。うん、設定でマウスだけにしたら、マウスでもいける。あ、オッケーオッケーオッケー。あ、いいや、これで。はーい。マルーン。始まるぜ！始めまーす。オーケーイ！プレイ中はディスコードミュートでお願いします。ディスコードミュートね。はい。会議と、会議の時ミュート解除ね、ディスコードね。ディスコードのミュート、はい、このマイクを。古いです。クルーアピール A って。カワケン一応ミュートにしとけよ、ディスコードな。これって一回アプリ閉じてですか？いや、閉じないとダメか。じゃあ喋んなきゃ大丈夫よ。あ、じゃあ黙ってるわ。うん、OK。今、ディスコード、あれ、スマホから、あ、こういうか。ディスコードスマホからかけ。スマホからっすね、今やってんの。ああ。うん、そうっすね。じゃあ、しゃあないか。今ね、iPad 充電してるから、後で乗り換えるかもしれない。え、閉じ込められたの？
殺される？断電キスか。ん？これか。なんだなんだ。通信室か。これ？なんやねん。なんやねん。なんやねん。わかっとるわ。わかっとるわ。あ、終わった。マル、マルさんとリサ子。ほー。はいはい。ほーほーほー。あ、上部エンジンだったか。いや、管理室行こう。一回ここで押していいか。見ないっす？はい、死んでない。ディスコードミュート解除。あれも死んでますね。いや、まあ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 、これはね、ちょっと、まあ、ちょっと白目に見てもらったら。今何も起きてませんからね。何も起きてないからね。白も黒もないよね。ないか。はい。スキップします。はい、スキップします。まあ、カワケン、この時は喋っていいからね。はい。このスキップするっていうのが、え？左下にない？左下になかった。ああ、あったあったあった。そう、それで OK。誰や入れたの、おい。タカピーやろ、お前。入れとけばよかった。絶対タカピーやろ。はい、ディスコードミュートね。そうやってみんな騙されてくんやな。音怪しくないマロさん。お、いいの？何よ？何よ？なんだよ？なんだよ。なんなのよ。ピッ。なんか、カワケンかこれ。いや。いや、マヤノさん怪しいな、ちょっと。怖いな。殺すぞ。お前やんけ。お前やん。おい、カワケン、おい、おい、お前、お前見たよ、お前。最悪や。市村が死んでた。最悪や。マジか。最悪や。場所は保管庫の下側で。保管庫の下、はいはいはい。保管庫。あれ、さっきすれ違った気がする。すれ違ったんだよ、お前と。お前とすれ違ったんだよ。カワケンさんと2人で、普段3人に行ったの。その後俺、保管庫から。から保管庫行ったときに、マラさんのすれ違う。浜谷さんとすれ違う。その前にリサだから今、うん、私今俺殺されたの。マロさんが鬼だから。マロさんにと、うん、浜谷とすれ違って今電気してる。マロさんに殺されたから今会議してるって感じ。見つけて死体、俺の死体を見つけて。はあの電気室の中におった。てか俺の声ちっちゃいからどうかな。だ、俺的に怪しいのはマロさんとタカピーやねんけど。俺はね、電気室で、良平と、マロさんと、ハマヤンと、リサコちゃんにすれ違った感じ。ほぼ全員やってね。だから、その辺は、全員怪しい感じやね。タカさん見たっかな。俺、マロさんと多分すれ違ってるはず。本当ですか？うん。
わからんなまだ。わからんな。わかんない。なんでわかんねえんだよ、こいつバカか。なしょうね、まあ、お前ら。尊い犠牲ですが。尊い犠牲ですが。もうでも俺もうすぐタスク終わる。ええな。およ。終わっ。タスク終わると勝ちなの。全員がタスク終わったら。ああ、頑張ってタスクを終わらせる必要があるってことだね。そうそうですね。クルーはそうしないといけません。おい、怪しめってもっと。はあの、かわけよ、お前に。サボタージュで邪魔したりとか。ロードミュートでお願いします。はい。はい。俺のタスクは、あとは上部エンジンとナビゲーションか、これ。まあ、こういう風にタスクをクリアしていかないといけないんですよね。タスククリアしたら、まあ、クルー側の勝ち。俺ら側の勝ち。酸素枯渇やで大丈夫かな。殺されてない？誰か。あー。サイ。ちょっと待って。どうした？いや、今酸素ルームいるんだけど、なんでっけ、ブンブンってやつ解除しに行こうと思ったら、殺されてて、ああマルさんがやっぱマルさんか現行犯いや俺に変装してんじゃない誰かカーケンちなみにカーケンちなみに死んだら喋んないお前あごめんなさいまあそりゃそうかとりあえずマルさん追放して違かったら誰かが変装してるってことっすねちなみに俺下のやつも解除するよ。それはやめた方がいいんじゃないかな。マロさん、マロさん、マロさん噛みすぎやから。つら。ちょっとカワケンさんを殺すのは忍びないなと思ったけど殺しちゃった。ふざけんなよマジで。カワケンお前あっただろ俺となんですれ違ったのお前なんでそこ気づかねえんだよ俺の下にすぐそばにあったよおい誰かすれ違ったのまあまあまあそうやな最初はなそうやなそうやって犯人見つけていくわけだああそうそういうことです殺すぞで殺した最低やねほんまに人としてちゃんと予告したやん。いやもう絶対あんたやと思ったもんね。100%。いやねまだほらチュートリアル的なね。いやまあまあまあ一回ねまあいいでしょう。はい。ソレさん電話ないな。一生電話しとる。じゃあ次行きまーす。はーい、こんな感じでやっていきますよ。はーい。ルーです。ミュートします。ミュートします。ルー嘘つけ。あ、じゃあエンジニアです。おお。これ行くかな。まずガソリンを入れて。誰か来い。誰か来い。誰か遅い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 な
遅いな。いや、みんな遅いな。なんか、なんかじゃない、みんな、みんな。殺すぞ。怖い、来んな。マジ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 来んな。ほんまに。あ、ビビってんの？うん。ちなみに俺が犯人だってことは考えなかったの。ああ、ごめんなさい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 。何やねん、このお互い。誰も信用しない。え、あとは通信室？通信室は？長いやつや。これ結構余裕じゃねえか？何今の、何今のカワケン、ちょっといい加減してくんねえからあいつ。急に喋んのやめてもらっていいかなあいつ、ほんまに。はいはいはい。死んでるって。は？めっちゃ死んでるってよ。は？え？ちょっと待って。え、今回一人だよね。一人だよね。一人だね。やっぱサクサク殺してるやん。ちょっと待ってくれ、わかんねえ。待って、ちょっと待って。全然誰にも会ってない。でもさっき診療なんだっけ、治療室？医療室だ。俺ちょっと一瞬誰か見えんかったけど、カフェテリアで誰かとすれ違って。俺じゃない。俺でもないさ。じゃあ死んだどっちかか。俺セキュリティルーム今。俺今ナビゲーションからちょっと左に行ったところ。本当に俺ね、その原子炉のあれ解除してから下の方しか行ってね、カーブエンジン保管庫、通信室、シールドルームだね。で管理室の方に行こうとしてた。どこで死んだかはまだ全然分かってない。全然死体も見てねえわ。てか下、下になかったよ、下。そう、原子炉終わってから、市村さんを脅しながら、あ、そう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 。で、やってその後、電気室終わってから、下部エンジン、上部エンジン、医務室のカフェテリアよ、今。俺、保管庫、カフェテリア、ウェイポンルーム、ナビゲーション行ったけど、下見て。医務室で誰かとすれ違ったな。りょうさんかな。でも誰かとすれ違ったぐらいで、でもほぼ見てないから。カオケ、お前どこいたんねん、お前は。なんすか？カオケ。ラブエンジン、原子炉、ファーストルーム、カフェテリアあたりうろうろしてた。まあ上全般かな。上半、ん？上半分。上半分、カオケと誰かすれ違った人おんの？あれ、カオケからカフェテリアとしたら。これなんか、上部エンジンかその辺で。マロさんとすれ違った気がする。ああ、そうかも。おい、待てって、マジで、わからんぞ、今。犯人が。やばい、さっぱりわからない。全然わからん。え？まあ、スキップやな、わからんから。あと、え？切る。で、終わる。そうやな。失礼します。死んだ人も助けやってね。了解です。分からんな今回。うまいな。うまいってことはマロさんかこれ。マロさんか良平やない？うまいから。メタ読みで、おあいつっぽい。うわあ原子炉か。なるほど、両兵は白いか。両兵これ白いですね。アマヤンとカーケン死んでねえよなこれ。あ、カーケン来てんね。あと一つ、二つ。え？なんだ？
なんか聞こえたんだけど、もしかしたら殺されたんじゃないか。おい、なんか乾いて、お前静かにしろ言うてるやろ、お前。あ、なんか声入ってくるのか。ね、今直前で俺、乾けんと会ってんけど。はい。あのナビゲーションのところ。ナビゲーションであったんや。うん。マルさんと、マルさんと市村さんは見たね。もう、俺ら、浜谷ミュートや、浜谷ミュートや。何？何て言った？みんなどこいんの今？上ポンの下俺。俺はあの市村さんカフェという。ああてか両平と丸さんと俺は結構一緒にいたからお前やねじゃあ。じゃあお前やね。ちょ。ええ？いやだって原子論のやつ解除したの俺と丸さんとまあ両平。で、行って。俺がもう上行った時には両平さんいて。そう、マロさん遅れてきたんだよね。で、上行って、上から行って、ほぼ3人、こう、上らへんにいたんよ。俺、その時、あの、弁当使ってショートカットしようとしたけど、ミスっていけんかったから、諦めた。原子炉は。あら？で、そのあたりで、ね、原子炉向かおうとした時らへんで、カーケンと、あの酸素ルームのとこで会ってんけど、どう？うん、あ、まずいな。でもこれ俺も市村さんもボタンがないから、もし仮に浜谷さんつって違った場合、亮さんに殺されちゃうんだ。あ、完全に終わりやん。そうだね、そうだね。あ、そっか。まあ亮平はちょっと黒目には見てたけど、黒目に見てた。けど、位置的にそうなの。そうだ、ね。ありえない気がしてて。いや、まあ、決めつけもよくはねえと思うけど、でもこいつ始まるときエンジニアって言うてた気もするんよな。うん。エンジニアと。で、これで一歩。あと2秒。いやー、これ。大丈夫だと思うんだけどな。いや、しくったかも、これ。うわ、絶対、うわ、違うか。バーカー。終わった。まずい、これ。まずい。終わった。最悪や。うわ、マロか、これ。うわ、マロか。やべえぞ、りょうさんに殺される、殺される、あいつや、まずい、嘘や、やっぱりあいつや。え、タスク終わってねえんだけど。ちょっと待って、タスク終わってない？てか、死んだやつの声聞こえない？あ、そりゃそうか。通信妨害されただるい。あたしできない。あーもうやっぱこいつか。あれ、リサコ、あれか、右肩。え、そう、なのね、あの、できなくなっちゃったの。あ、でも一回使ったら、あの、やっちまった。しばらくだからね。クソがよ、てめえ、マジでクソが。クソがよ、マジで。今、浜谷とめっちゃ頑張ってた、守ってた。市村、守れ市村。速攻死んだ。吐き顔した。なんで落ちてんねん。あー、やられたな、完全に。人が、かったな。人が多い方がキルする方楽かもしれないですね。やろうな。何する？でも一人で負けてるんやぞ。逆に。そうか。二人にするんだったらロングタスクなくさないとダメですよ。むずい。帰ってきたら誰にしましょう。そうやな。
ロングタスクなしで。じゃあ、始めまーす。なんだ、入荷は検定、お前。今 iPad にしました。はいはいはい。じゃあ、ディスコードのミュートね。忘れないようにね。あ、そっか。お前。ミュートします。いい。ブルーです。うるさい。はい。ダメやな、今回全然やね。おもろくない？おもろいでしょ。まあこういう感じで、我々は仕事をやりつつ殺人鬼から逃げる、そういう感じです。我々の中に殺人鬼が混じっていると。だいたい今。お前やんか。で、そんな中、うわ。なんだ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 、みんな集まって、みんな集まって本当にやってるんですかって。やっとるわ。本当に。やっとるわって。俺がインポスターだ。なんでやねん。なんでやねん。怪しいな。やってんのか？本当に。本当にやったのか、ガゲよ、おい。30秒。タカピーもやってんじゃん。すごいな。みんな集まってる。わ、シールドルームまで行かないといけねえんだ。お？あれ？わ、誰も死んで。誰も死んでないっすね。平和だ。平和だな。平和だな。カケ本当にやってたか、あれ。カケ、お前あれタスクやってたか、俺、お前本当に。仕事してたよ。あ、本当に。そうか。うん、どこで何をやってたのかな。ん？何をやってたの？医務室でお前やってたか、お前。なんだ、なん、ね、医務室でやってたか、本当に。なんか、医務室どこやっけ？医務室は左上かな、左上。医務室やってた、やってた。なんなら今やってるわ。うん、そう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 。いや、あれ、ちなみに離れても大丈夫やで、医務室のやつは。あ、そうなの？ああ、そう、離れても大丈夫。一回作動させて、うん。で、ほっといて、また、来ればいい。終わった頃に戻ってやればいい。あ、そうなんや。長いからね。ちょっと暇なやつやな、思ってた。そうそうそう。で、スキップすりゃいいよ。今の頃。誰か一村に入れるよね、みんなタカピーに決まってるだろ。そうやって決めつけんのよくない。笑ってんじゃん。そうやって決めつけんのよくない。だから騙されんだよね。スコードメタでお願いします。ほんまか、なあこいつ。俺結構もう簡単に済むぜ。助かった。酸素枯渇や。管理室誰か行ってくれよ。6288。ナイス。さすがにナイス。ナビゲーションか。ああ、遅いな、お前くんの。遅いな、遅いくんの。
ソシさんが抜けちゃった。え？うっそ。いや、ミュートにしろよ。え？おい、やばい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 。今、待て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 。誰か俺に化けた。あれ。タカピーのクッソーの声が聞こえたって。ミュートにしろってだから。死人は喋ったダメ。はい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 。じゃあじゃあじゃあ気を取り直して、あのこれは俺が緊急で押しましたけど、誰かが化けてたんだよね、マロさんに。誰かが俺に化けたのは見えた。 あ見た。そう、俺もうタスク終わったから、うん、モニターで見てようと思って、うん、原子炉の方で見てたんだけど、見た瞬間セキュリティか、セキュリティルームで見てたんだけど、うん、ちょうど化ける瞬間をでバーってなって俺になった、うん、セキュリティルームで？セキュリティルームでカメラを見てたの、うん。ああ、カメラ見れるやつ、見れてる。うん、見れる見れる。それは知らんかった。見れるね。で、多分、うん、俺に化けた誰かが、高野さんを殺した。殺して。うん。え、谷口はどこで死んでたんだっけ？いや、今の緊急やから。うん、緊急やから分からんね。そうか、そっか。うん。死体の場所は分からん。だから、ただまあ情報としては、だから、変装できるってことやね、犯人が。シェイプシフターがいますと。うん。ああ、そういうことか。そう、だから、まあ、そういうふうに言ってるマロさんがインポスターっていう場合もあるけどね。まあまあ、誰も信用できないけどね、この状況で。誰も信用できない。もうタスク終わりましたんで。あ、俺も終わりました、ちなみに。私もタスク終わってる、俺も終わった。うん、じゃあもう余裕じゃない。インポスターが焦ってんじゃないのこれ。スキップしました。うん。えやねんって、だから、もう乾きんか。もう誰やねん、ほんとに。俺のこと嫌いやろ。ミュートします。セキュリティ。一周するか。もう終わっちゃったし、タスク。リサコくせえよな、なんか。うん。かわいい。ない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 、酸素か。向こう頼むぞ。50653。おい、マジかよ。うわ、タスク負けする。あっぶねー、あっぶねー、ナイス。え、どっちがやったの？私。本気？本気か？本当だよ。本当か？本当か？今、だって、両親さんで。俺ら三人、原子炉の方にいたから、そうそうそう。で、俺上行くっつって、リサコさんと良平さんは下に行ってもらったの。あー、なるほどね。それは俺が証明する。あー、なるほどね。おっ、アマヤンさんっぽいなぁ。かわけんか。下行く。ウェイ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 。まあ、浜やんか、川県くせえな、この感じ。そうだね。緊急をしてもいいかもしれんぞ。これ死んどるか。俺は押せね。俺も押した。誰だ？死んだ。川。おー。
どこ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 良平どこだ。良平ミュートだぞ。ん？良平が見つけたんだ。医務室。医務室で見つけたんだ。あの帰るときにってことか。そうですそうです。でもこれだってもう、あの酸素のやつが起きたときに、ウェポン上部か上部エンジンから。上側のを直しに行く途中で川健さんがいて、うん、医務室に入ってったのを見た。はい、で怪しいなとは思ったんだけど、とりあえず酸素やんないとと思って俺はそのまま直行したけど、うん、その時は生きてた。で、りょうさん、りょうさんは、りさこは多分酸素の時俺の後ろだよ。酸素の時、俺保管庫から、うん、上の方行ってやんか、うん、で保管庫のあたりで俺後ろにリサポットのを気づいた。あーいたかな。多分酸素の時保管庫らへん通ってやろう。あの左からカフェ地方から、うんうんうん、そうだね。これ、え、おミスったこれ、え、何が、ああ、いや俺浜屋だと思ったんだけど、これ違うの。いや私も浜屋だと思ったんだけど、正直俺もそうは思ってる。浜屋だよな、これな。そうだよな。そうだよね。嘘やろ。ナイス。ナイス。まあ、イージーか。まあ、総司さんがちょっと来れなくなっちゃったということなんでね。あ、そうなんや。はい、仕事のちょっとあれで行かないといけなくなってしまったっぽい。あらあら。帰ってきて間に合えばって何時間やってくんのよ。何時間やる。何時間やる。これ何時間やるつもりやねん。さあ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 戻ってきたか。あ、どんどん行きましょう。はーい。まあマップも途中で変えてもいい気もするけどね。あー、そうね。そう、あと2回ぐらいやったら変えようか。はいよー。はい、行きまーす。お願いします。全然インポスターにならん。とか言って次引くんでしょ。だからさ。もうこれ今の来るです。来るです。来る来るです。役職はついてません。最初に言うのなんなこいつら、マジで。まあなんとなく分かったんじゃないかな。こうやってこうやってなんかミニゲームをやって、ミニゲームっていうミニゲームじゃねえけど、こういう感じでやるとマップを見るとそのびっくりマークがこう出てるんでね、そのびっくりマークのところの仕事をやって犯人を見つけると。リサコちゃんとやってっか？やってるよ。なんかおかしくってないこの人。ね、ごめん。おかしくってんかい。バレた。ねえねえ。怪しいぞ、お前。もう、さっき両辺にやられたからな。7人もいると分からんね、正直。みんな来るよ。みんな来る。おお。怖い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 。何やねん、来んな、お前。来んじゃねえよ。
え？はあ。なるほど。タカピーはこれどこで？医務室やね。医務室で見つけたんだ。いや、管理室じゃないかな。え？どえ？管理室？うん。管理室。ここか。真ん中か。ね、どっかでタカピーとすれ違ったよね、俺。ナビゲーションかシールドルームのどっちか。そうだよね。ナビゲーションにいたよな、タカピー。そうだね。なんか4人くらいいなかった、ナビゲーション。リーサコもいたし、あもうカワケもいたよね。うん。こっちは俺は。リサコが通信室のところに、うん、あの、俺を追いかけてきたんよ。まあ、なんか怪しかった、怪しかった。で、うん、タスクの矢印出るじゃんか。うん、出る出る出る。うん、で、あれ、保管庫の方のタスクでさ、俺もスーって行ったんだけど、あ、通信室じゃねえわと思って、うんうん、保管庫側の方に行ったんよ。うんうん、で、上の方にスッと行ったから、なんで来たんだろうっていう感じやったね。もう、それは私は逆に谷口さんにめっちゃ追いかけられてると思ったの。で、ちょうど谷口さんと2人でいたから、めっちゃ逃げ回ってたの、殺されないように。そういうこと。いやいやいや、俺の方が一歩先に進んでたよ。まあ、今この状況的に、まあ、怪しいのは、まあ、通報したタカピーもそうだし、まあ、その疑いでリサ子だよね。今候補としてはね、ね、それ以外正直情報がねえから何とも言いようがねえけど、まあとりあえずスキップでいいんじゃないですか。ここは一旦ね。まあでもリサ子もタカピーも俺を殺せる機会はなかったかねえな。リサ子はあったと思うけど、うん、殺せるタイミングは、ね、そうだよ。リサ子はあったと思うんだよ。結構俺、二人っきりの時あったから。なんか、まあ、犯人だったら殺してくるだろうなと思ったんだけど。入ってる。絶対谷口さんじゃん、これ入れたの。そうだな。酸素ルームか、あと。これめんどくせえやつ。終わった。タスクまた全部終わっちまった。じゃあ上から順に回っていくか。見回り。ちょっと鍵怪しいな。おい。仕事してっかこいつ。見るか。あ、これは違うよね。ケントマロさんがいて、あ、そうか、カメラで見てんのもバレてんのか。カメラで見てんのバカってんのか、マロさん。ああすごいね。そっかそっか。ああ、あいつ何をした。口封じした感じか。あえ、どこで死んでたの？知らない。緊急ボタンです、これ。あ、また緊
カフェテリアで俺がボタン押したんだけど、俺セキュリティルームでずーっとほぼ後半カメラ見てたんだけど、マロさんがずーっとカメラの前でピクピクしてたのしかわかんなかった。この人、あ、俺映ってるって、映ってるって分かってて、絶対いいやってんなと思った。そうだよ。あの、赤い点滅してたから、あ、見てると思って。あ、なるほどね。私じゃないよってアピールしてたわけだ。そう。まあ確かに。黒アピしてた。まあ確かに。最終みんなどこ？カフェテリア。おう。マロさんは、その、ウェポン酸素ルームとナビゲーションの間の通路って言えばいいの？そうだね。今ね、あの、たぶん、志村さんが見終わって、ウェポンルームに今いるけど、俺は。ああ。一応、タスクは終わりました。俺も終わってる。ニューヘは？もう株エンジンで終わりの頃に市村さんにボタンを押されたから、もう一回戻るしかないよ。カフェテリア。なんか俺が悪いみたいな言い方してないよ、お前。あカフェテリアから株エンジン遠いのに。知らんわ。で、リサ子は？私、今、酸素ルームのところから出てきたとこ。で、加減は？俺も最後のタスクしに原子炉行ったらパイセンに集められた。なんで俺のせいみたいな。はい、行ってこいじゃん。ほら、スキップセット。これタスクガチャ。あ、ちなみに、リサ子さんめっちゃ見た。めっちゃ見た。はい。え、めっちゃ。あ、マロさんとは、うん、すれ違ってる。めちゃくちゃ歩き回ってる。て、もう終わったのリサ子。終わってる。え？の。見えたします。え？リサ子か。あ、怪しいな。うあ、電気室、リサ子さんが電気室入った。あ、終わったやんけ。イエーイ。誰ですか？リサ子。みんなタスク早いよ。いやいや、早くないよ。早いよ。てか、サボタージュ1回も使わんかったね。まあ、忘れちゃったの。もうなんかさ、電気室でさ、谷口さんとすれ違った時はラッキーと思ってさ。だから最初から言ったやんけ。もう本当、女に騙されやすいんだから。あれがやる。誰も騙されてへんやろ、逆に。なんならめっちゃ怪しい目では見てたよ。もう一発目で決めたらすぐ終わってたのに。アカウントピッチ直帰や高火か。だタスク確かにね、なんかち、なんていうの、少ねえ気はするわ。あの、俺死んだら時に、あとタスクあと2個やって。じゃあインポスター1人増やします？禁断の。増やしてみてもありな気もします。やってみるか。これで崩壊したらちょっと考えます。まあ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 、内容によるね。本当。どうする？ロングタスク1個減らそうか。そうね。キルペは上がるはず。2人やったらそれぐらいがいいじゃん。ショートタスク増やす？それとも。ありやな。これね、ちょっと複雑になってて。ディスコードってやつとベタクルってやつがあるんですよ。で、ディスコードの方はみんなやってるからいいとして、ベタクルの方がね、ちょっと一部の人しかやってないんで、ベタクル、入れてる人は近くにいると会話できます。ベタクルの人は。ディスコードのみの人は近くにいても会話できない。まあ、狂いよ。いや、これ絶対シェイプシフターいるんだよな、2分の1で。あ、そうか。恐ろしい。パーか。
なんで俺今回全然インポスターにならんの。ほんまならんなこれ。なんか白くなってる。やってそうやな。さすがに。いやー怖いね。さすがに。トゥントゥントゥン。早くして。うわあ、一番端か。それはいけんぞ。あお前か。ええ早すぎんこれ。え、待って、殺しまくってこうなったってこと？どういうことっすね。どういうこと？いや無理や、これこれ。ゲームにならん。俺タカピしか殺してんで。俺殺されたよ。二人殺したの。関係んや。二人殺した。二人殺した？二人殺されたら、三人や。これ三人やから、あ、それ終わる。いやダメやね。二人はあかんわ。え、だからタスクの量を増やすかぐらいじゃねえとダメかもしれないね。マップ変えるか。あと。そうやな。マップ変えるか。変えようか。タスクモードしても変えて。うん。ギアシップ。イラッとした楽しい。イラッとしたわー。こいつに殺されるのが一番イラッとした。気持ちよかったわ。クソうぜえ。クソうぜえマジで。なんなら関係。俺も殺そうとしてな。だけんな。殺せんの。そう。めっちゃ近づいたよな一回。あれ切り押せへんと思って。ショート4のロング1にしようかな。はい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 。で、エアシップにしました。はい。あ、難しくなるぞ。一気に難しくなるね。マップがわからんからだ俺らも。うん、マップ変わる。俺は配信者の見てて知ってるけど一人だけ有利やん。もうじゃあ行くか。おーおお、みんないるやん。え？あ。犯人も通報できますね。そう、犯人も通報はできる。データアップロード。いやー展望なんやねん、遠いわ。いやー迷う、こんなとこ。うわ、ちょっと、わー、マジか。そんな、そんな、わかんな、絶対殺しやんかった。やばい、絶対殺し、やばい、やばい、やばい、うまら、最悪。お前キモ、お前キモすぎるしね。お前やってる。マジでしょ。お前って気づけ、お前。いや、お前。おい、乾け。乾け、逃げろ。お、誰だ。見てもらえ。乾け、頼む。乾け。乾け、乾け、頼む。乾け。え、どっちか死んでるやん。どこで見つけた。いや、乾け、分かってねんか。エンジンルームで見つけて。待って。で、メインホールで、うん、
ハマヤンとすれ違うんだけど。もう俺、シャワー室からメインホールの方行ってて。おぉ。なんだろう、あの、下の電気室で、うん。あの、カーケンと会って。あったの。おぉ。そっからぐるーっと診察室の方からシャワー室行って、メインホール行って、メインホールのタスクやったところで、これ。おぉ。え、タカピーは、タカピーはシャワー室で見た。おこの直前に。ちゃんと覚えてる。なるほど。俺今アーカイブにいる。なるほど。え、死体はどこにあったんだっけ？エンジンルーム。エンジンルーム。エンジンルームの、ほんと、これな、右っちょ？はい、もうメインホールから入ったすぐのところぐらいかな。あれ、リサコさんすれ違ったっけ？エンジンルームで。いや、多分ね、カワケすれ違ってないと思う。あれ、誰かとすれ違ったんやけど。お前、なんて覚えてんだ、このバカ。最終位置、武器庫でカワケンさんを見たの。ああ、武器庫行ったな。あ、そう、武器庫行った。最初、カモフ室で、なんだろう、俺、メインホールより左一切入っていいね。それ、電気室からメインホール行って、エンジンルームから武器庫行ったんだよ。うんうんうん。俺、金庫室、宿舎前、金庫、エンジン取って、武器庫。で、カワケンさんと会ったって感じ。そう。今回俺死んでるか、死んでるか推理できない、ただの役立たずボーイになっとる。これ負けるか。分からないな。とりあえずスキップします。これきついかも。OK、 あれできた？できてないな。できてないな。うん、あ、できてる。カワケンがちょっとダメかもしれない。難しい。そうなんや、うん、しかも脇場所をコントロールできるからさ。うんうんうん。美佐子さんミュート。で、この間は私はタスクを言わないといけないと。結構あんな最悪や。目の前で変装されたわ。えぐって逃げ場ねえとこだったし、最悪やマジで。え？うわ、長っこれ。クソ長タスクやんけ。あ、これ放置しても放置してもいけるかな。タスクやるか。チン。ああ。最悪。ここ。なんでここ。シャバルームなの。あ？なにこれ。おぉ。わかんねえ、このタスク。うわ。衝突コースの回避する。これ俺行っても大丈夫なのかな？ダメよな、俺が行っても。うわ、誰も行ってねえじゃん。俺勝てるかな？やばいやばいやばい。やばーい！まずーい！まずい！まずい！これは！おっと、タカピ来た！タカピ！タカピ！あ、リサコ！タカピ！違う違う！タカピ！ダメだ！こいつ出てきた！ダメ！おぉ！おい、でもやってるんじゃないか！あや、怪しまれんぞ！右？怪しまれんぞ！怪しまれんぞ！怪しまれんぞ！左が直んねん！いいんか、いいんか！怪しいん、だいぶ怪しいけどな！なんかお前だけクリアできてたみたいになったけど。左が直んねって。なんか左が直んねって。なんか怪しくない怪しくない？やばいって、お前ら何しとる？お前ら何しとる？アレス。
ナイスじゃねえよ、何がナイスやねん、てめえこら。全然治んなかったね。嘘つけ、嘘つけ。うわやばい、これやばい。うわ、大暴れする、やばいこれ。おーい、かわけー、頑張れ、頑張れ。え、マジで頑張って。え、タスクやねえと。いや、ナイス、緊急会議間に合い、やばい、ラララララ、やばい。だって今タカピー直前にすれ違ってんけど、昇降機のところで右の方行った。やばない、めちゃくちゃ死んでる。俺最後でもカワケンさんと。おい、これ、誰か頼むって前前れたんじゃん。あれ、お互いだってね、殺し合える状況やったのに。リサコはベタクル入ってるから、リサコとは今会話できるんですよ。リサコ、なんか言いたいことある？あ、そっかそっか。詰め方えぐ。こいつが一番怪しいからな、バカや。お前バカ、何しとる。それでいいかな、あれ、それでいい、それでいい、オッケー、それでいいんだ。それでいいんだ。バカがよー、ほら、マロさんやバカがよー、かわけー、かわけー、お前何しとんねん、お前ほんまに。え、なんで、お前何しとんねん、お前。いやー、面白いねー。 お前、バカたれが。マロさん、誘導されとるやんけ、お前。ディスコードミュートって聞こえてるやん、お前や。お前やそれで聞こえてんかったか。それはさ、しゃべってや。お前、ミュートやった。ハマヤン悪いわ。またか、お前、ハマヤン。タカピが帰ってこい。アオトは、加減から帰ってこい。えぐ。弁解してや。そうやな。弁解しにくかった風に聞こえたもんな。うん、そうやな。じゃあ、お前が悪いわ、じゃあ。もう何も言えねえって感じやと思って。もうこの人黙るかネタバレするかどっちかしかないやんけ。ふざけんなよ。ふざけんなって。いや、マロさん強いな。てか、目の前で、俺の目の前で俺に変装してきたから、もう、恐怖でしかなかったよ。もうさ、絶対殺してやるとか言って、なんかもうずっと追いかけてくるし、最悪やった、マジで。怖すぎる、マジで。俺一人だけフラゲームやってたって。いやー、あれ面白かったな。いや、もう最悪やった。近くにカワケン行って、頼むカワケンって思ったけど、カワケンの前で変装してたからな、マロさん。変装と解除されて、解除してたからさ。うん、ああ、やべえ、バレたと思ったらバレなかったよ。何しょんねん、あ、しょんねん。次行きまーす。このマップ強 い、マロさん無理やわ。このマップ難しい。むずい、マジむずい。見えたします。ダメだ、全然インポスターになんねえ。全然インポスターになんねえ。まあまあ、こう言ってますけどね。なにこのタスク、意味がわからないんだけど。え、なんか固まってない、これ。これ吸い上げるやつだろ、これ。ほらほら、よっしゃ。ただよ、まあ、いいとこに降りたか、逆に。えぐいなぁ、タスクの量が。てか、こんなんさ、すれ違ったところで、じゃねえか。え？俺どうやって行く？行けねえのか、これ。あ、行けないんだ、そもそも。えぐいなぁ。これをやってと。すげえタスクの量が。
どうやっていくねこれ。迷うて。ここで殺されたらもうひとたまりもねえやな、ほんまに。あ、これで動かせんだ。ああそういうことね。ああなるほど。携帯6つ。ミーティングルームまで遠いな。なんかボタン押さないかな一回。エンジンルーム行って、とりあえず緊急会議をすか。一旦な。やっ。もう二人死んどるんか。えぐいな。マジか。まあ、そうよな。俺誰とも会っとらんわ。俺も誰とも会ってないです。ハンバーガー作ってました。どこやねん、ハンバーガー作るところって。キッチン、キッチン。俺、野菜見つけたっすよ。どこに見つけたの？あの、貨物室の上んとこ、ラウンジとつながるとこ。ああ。アーカイブのところからラウンジの方を入ってって、で、川県がそっちの方に走っていくの見た。そのちょっと前にアーカイブ周辺リサ子さんがうろついてんのは見たっす。うん、そうそう、そこそこ。誰とも会ってない。貨物室らへんから始まって、なんか診察室、電気室、メインホール、エンジンルームまで行ったんだけど、誰とも会わんかった。リサ子と川源とは一対一になった時があったけど、お互いにお前もしかしてみたいな雰囲気を出しつつ何にもなかったから。え、これ待って、これ俺と良平がめっちゃアリバイないしめっちゃ怪しいやん。いや、そう、まあそうだよね。うん、まあそうだとしたら俺はもう良平が黒いよ、黒目で見るよ。いや、みんな騙されちゃダメですよ、市村さんですよ、こういう時は。だから俺ら怪しまれてんだから、俺かお前ない、今の状況的に。絶対に市村さんは。なんかお前強く押してきてない、なんかお前。お前か。俺キッチンでハンバーガー作ってましたもん。何回やってもハンバーガーだって全然できないだもん。めっちゃわかる。まあまあ、俺か良平がちょっと怪しいかっていう感じやね。パイセン何してたんですか。だから、タスクを一生懸命やってたんだよ、俺は下で。誰とも会ってないからさ。あとシャワー室にこのタスクが固まっていくから、それをクリアすれば終わる。怖いな。なんで同票ない。いやー、これミスったな、これ恐ろしいな、これ。あ、ここで死んだんか。なるほど。すげえ、何これ。あ、掃除系これ。すごい、こういうことか、タスクって。いや、これタカピーか、両平か。いや、でもこれ、うわ、めんどくせ、これマジかよ。なんや、このタスク。いや、マジか。うまい。よいしょ。
いや、もうボタン押すわ、これ。もう絶対押す。今しかない。行け、ミーティングルームに。どうやって呼ぶの、これ。どうやって呼ぶの、これ。呼べないじゃん。え？どうやって？いけないんだ、これ。まさかの。えぐ。まずい、これ、普通に。ちゃうねん、こっちじゃない。ちょっと待って、この長時間はまずい。こっちやろ。ここやな、そうやな。あっぶね、頼む、死んでないでくれ。あと3人？わかんねえ、どっちだ、わかんねえ。もうでも私あれだよ、谷口さんとさっきすれ違ってまたなんか怪しい鬼ごっこみたいになったけど、特に何もなくすれ違って。ちょっと待って、わかんねえ、これどっちだ、わかんねえ、マジでわかんねえ。おー、いや、ちょっと待って、これさ、俺リサコこんな上手くねえと思うんだよな、リサコだったら。高ピックね、これ、これこそ高ピっぽい。俺はね、あの二人とも動きが怖かった。でも一番怖い動きしてたのはリサ子だった。でも谷口さんも怖いですよ、なんかめっちゃ追いかけてくるしと思って。あ、これはね、リサ子です。ええいや、なんかさ、ちょっと今ちょっと、いや、わかんない。いや、俺な、ちょっとリサ子こんな上手くねえと思うんだよな。でしょ。いや、いや、今回うまいんだよな。いや、すまん、これボスやわ。わかん、どうしよう。直感でボスやわ。いや、違う、これリサコ、これ絶対タカピーだぞ。これでリサコだったら俺もほんとごめん、みんなほんとごめん、ほんとにごめんね、マジごめん。バカだれ、一部のバカだれ。バカアカピーめっちゃ鋭かったでしょ。そう、俺はね、リサコさんですって。俺なんか最初にすれ違った瞬間に殺されたからな。もう何もね、何もない、何もなく殺された。何の通り前やった。はい、殺しますよーっつって無言でサクッて行かれたもん。お前ゼロか100なんか、お前マジで。お前今回はじゃあマップが広いから、ちゃあの、わからんって、今回に関しては俺して全然。だって俺のコメント欄もタカトさんっていいコメントあるで。だからみんな童貞なんだよ、みんな童貞なんだよ。これはね、完全うまかったね。やったー、嬉しい、マルトたちも見られた。結構ね、あのみんな一人になるタイミングが多すぎたからさ。いや、だからまずいと思った。だから緊急をして、もう絶対もう早めに押さんとまずいと思った。もう二人死んでたからさ、もうこれやべえと思って。わざわざ高人さんになって川健さん殺しに行ったしな。そうだよね、ずっと関係を田川さんになって追いかけてたもん。怖いわ。そうで、なんか時間切れになっちゃった時にちょうどあのパイセンが前にいて、私バレたかったの。パイセンの視野が狭いから映らんかって。そうそうそう。あ、そっかそっか、だからあの
パイセン、実は視野がもうちょい広かったら見えてて。みんなコメント欄騒いでて、童貞ちゃうわとか、とか言ってる。完全に騙された。結果が全てなんだよ。やったー。いやでも、これはうまいわ。これは確かにうまいわ。マジでうまかった。ありがとうございます。うまいな。さすがにうまかった。いやー、嬉しい。みんなが褒めてくれるなんて初めてじゃない。もうねえよ。もうねえよ。もうね。もうね。はい。ミュートでお願いします。はい。毎回毎回なんねえな。あ、これ引いたね。なんねえな。なんねえな。バカ誰が。まずはここね。え、これどうやって、え。これどうやんの。ん？え、これどうやんの？こいつ近づけんねんだけど。あ、これこっちね。はあ？ああ。はいや。え？早い。早い。これ緊急、緊急ですよね、これね。そうです。あー。1プラス何？引いた？引いてねって。引いてねって。ちなみに、金庫室にいたよ、ずーっと。てか、ずっとっていうか、そんな時間経ってねえしな。金庫室？金庫室にいたよ。金庫室でなんか銅像のなんかタスクがあって、その銅像を、なんか、この、この、この絵の通りにしなさいみたいなタスクをやってたよ。ああ、はいはいはい。俺、メインホールからスタートして、マロさんがおったら見た。いや、俺見てねえな。あれ、メインホールの右のタスクやってなかった？あ、やってた。シャワーじゃないや、うん。一番右の上の部屋で、配線と、なんか除染みたいなのした。俺が入った瞬間にマロさんがそこに入る瞬間見た。あ、そう。うん、え、これ誰が死んだの？まあ、両陛下。はい、両陛下。両兵か。両兵やな。まあ両兵が死んでるぐらいだから。まあまあまあスケープでいいじゃない。理由。どう？理由。命。命だよ命。まあいいか。まあいいか。まあで情報がねえんだもん。正直。あれ今回投票されてないぞ俺。え、何寂しい。寂しいとかねえだ。だからいつも両親が投票してたんじゃない。ああ、そういうことね。クソがよ。間違えたー。移動する場所。ね、引いたでしょ。引いてねって。ね、お前やろ、そんなこと言うといてな。ね、引いたでしょ。そういう時はお前ないよ。そういう時は。ね、引いたでしょ。ね、そういう時は。あと10、9、うわ殺すぞ !7、6、お前、お前だ2、1、やめて。え、なんだこれ、あ、なんだ、あ、これでいいの、通信妨害された、もう喋れんのかこれ、え、これって声も聞こえないのか、あ、声も聞こえないのこれ、はい、ありがとうございます。4人ね、この4人見ます。あれ、なんか持ってる、なんかその発言怪しいけどな、なんか、なんか、え、マジで今日クルー会やね。俺がインポスターの時に、俺は今日嫌われないっぽいね。むずくない？このインポス、これ、このゲーム。叩き方が乱暴。
これは、めんどくさいけど、電気室の方から行こうか。もう効率はいいか。いや、そろそろやべえ気もする。うわ、いいタイミングでサボタージュやるな。早っ。これやってから練習。緊急押します。うん、おー、よかった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 。あんまり一つなんの。いや、だからこんぐらいのペースだったらリサコかなって思っちゃうよな。通常のリサコやな。一回釣っとく。一回リサコ釣る。一回もうええやろ。この女釣ってええやろもう。公開するぞ。もう。なんてない。これあれ、両兵に投票はできないの？ああ、無理だね。俺死んじゃってっから。両兵に投票。もうど、もう、いや、自殺ってこと？こいつ。自殺。ゲーム終わりやつ。死んでなかったんでよかったです。はい、全然わからんな。まあちょっと白目じゃない、この俺のボタンは。そんなことないですか。まあ、死んでないからあれか。わからんな。でもで貨物室から行くか。リサコも怖いな。マジでわからんな今回。でも誰も死んでねえんだもんね。そろそろ死にそう俺が。最後の推理がやっぱねむずいわこれ。お前か、お前か、お前か。またこれか、長いやつか。おー、リサコはあれか、白いか。左誰がやったの？え、左誰がやったの？左マロさん。マロさんとリサコは白いか。え、なんかタカピおん、いやもうダメだ。もうこの人を疑いすぎてる。で疑わなくなった時に殺されるんだろう俺が。合ってんだよ。であとは電気つか。電気だろ。キスまで行って。このな、ここのタスクがマジめんどくさい。キッチンね。あ、こっち。え、行けないじゃん。道に迷った。違った。通信が妨害された。オッケー。浜やんかこれ。え
何これ、トマト、ハンバーガー、ハンバーガー、あ、トマト、ハンバーグ、ハンバーグ、え、ちゃうのこれ、パンいらない、ハンバーガーむずいやん。うわあ、うわあ、死んでるんだ。タカピーいたやんさっき。え？ああ。俺とマロさんタカピーと会わへんな言うて。うん、で今緊急のところ2人おんねんけど。俺もうタスクは終わりました。俺今ハンバーガーやってたよ。俺は私まだ終わってない。リサコかこれ。よ。いや、ああ、何？本当違う。お前2連続は聞いたかお前。いや、本当そういうのでね、そういうのやめてた方がいいよ。本当に。何？俺前の時3連続聞いたからな。ありえるよね。全然ありえるよね。ああこれ、ベタグル入ってる4人だけ残ったってことね。そういうことやな。じゃあそういうことだな。いやー分からんの、場所が分からんから何とも言えねんな。今回2人とも見てねえな。タカピーはでも直前までさ、あの通信のやつ一緒にやってたよ。え、でもさ、それで言ったらさ、私もパイセンといたの。待って、じゃあお前やん、お前やんね。え、そうなって、俺だってそのまま通信室で解除して下行ったんよ、うん、キッチンの方に。うん、どこに行ったのリサ子。え、私もずっと右の方ぐるーって行って、今赤いバターにいる。あのエンジンルーム前ですれ違ったな、うん、リサ子と、うん、え、タカピどこ行ったんだ。タカピ分かる、見てへんだか、その辺ぐらい。いや、そのだからタカピと一緒に解除したの覚えてる。タカピとリサ子と俺で。ああ、タカピは通信室の方を解除したね。そうだよ、最後の通信のやつ。はい、そっからは俺も多分マロさんも見てへん。俺も見てないな。いや、マロさんはだって下から一緒に上がってこなかったっけ。あ、俺キッチンにいて、キッチンのゴミ箱やってて、うん、なんで来なかったの。いいや、あ、やばいわ、ちめさん行ったから。おお、わっかんねえ。やべえな、あと1キルだな。1キルじゃない、2キルか。2キルやな。あ、分かんない、ま、分かんないというあれ。あ、何でしょうか。そういうあれね。分からんわ。いや、パン、これパンね。パン、トマト、玉ねぎ、玉ねぎ、パンね。おい、間違えた。あ、変わった。パン、トマト、トマト、キャベツ、はいはい、え、トマト、トマト、こうだろう。わあ、危ねえ。よし、これもう何回かやった方がいいな。終わったよ。俺緊急押したっけ。うわ、なんやねん、お前や、リサ子お前やろ。リサ子、リサ子お前やろ。お前立ち止まってたやん。これ俺向こう行くわ。はい、取って。はい。はい、やってくれた。お、ナイス。わかった。これリサ子なんか立ち止まってた。怪しい、あいつ。怪しい。怪しい。カメラさん、ミュート。はい、おう、これどこに。うわ、俺押せねえ。誰か押してくれ、頼む。ちって戻ったか見られてんのかこれ。
セキュリティルームなんてあったっけ。あ、一応あんのか。え、何回やらせんねん。あ、9 7 5 9。あぶねえ。誰や、あっち行ったの。見てなかったわ。マロさん、近況押せない？俺もない。ありさこかー、これ。ぽいな、ぽいな。だってさ、さっきさ、うん、このタス緊急タスク、なった瞬間にさ、コックピットの方走ってったんだよね。しかも止まってたぜ、あいつ。止まってなんかやってたから、絶対あれやろ。絶対緊急タスク。頼むよ、みんな。終わってんけど。いや、おぉ早かったか。リサコでしたか。え、いや、ほまやさんよ。え、ほまやさんよ。俺やね。お前かよ。ずいぶん丁寧にやったな。ああ。いや、わからねえ。全然わからなかった。俺もリサコだと思って。サクッと殺してんけどな。誰？タスクがね、両兵はサクッと殺した。あ、まあ、両兵はええやろ。ああせっかく守護天使で市村さんのこと守ってあげたのに。守ってたの？守ってましたよ。いや、市村一回も攻撃して。守ってねえやんかい。いや、一応さ、浜谷さんが近くにいるときはね。ピッチチョッキーって誰か俺に申請出した？え？それタカピー。ああ、これがタカピーか。うん、IT で行くからあれ。うん、オッケー。とりあえず全員に送っといた。な、ありがとう。じゃあ、行きますよ。ねえ、インポスだなぁ。マジでだなぁ。ほんとに。そろそろじゃない？またや、これ。またや。また来るやこれ。エンジニアだったぞ。でしょ。マジで。今日は一回もならんな。マジで一回もなってない。なんだこれ。え？あ、こうやってハンドル合わせるのね。よし。ないっすか。はい、聞こえて。怪しんでるの。何何なんやねん。え、聞こえてないの。また通信妨害か。きったな。誰かゲップしたらきったな。ああ、今回は誰かな。俺でーす。マキショイだ。市村知ってるぞ。ほんまキショイな。本当だ。はいや。市村知ってる。お先おったぞ。さっき。今。ほら人数おったぞ。いいぞ。五人ぐらいおったね。俺も。市村さん下降りてったっしょ。下降りてた。俺は今ミーティングルーム行ったから上行ってる。俺今。これもメイン。マロさんすれ違ったっけ？すれどこで？なんか武器庫あたり。武器庫、あ、そうっす。ん？どこだ？なんか見た気がするけど、あれマロさんじゃない？
私もマロさん、なんかメインホールとか、なんかそうそうそう、俺、通信室から、あ、いや、うん、違うな、通信室終わって、しらばくれんな、このバカタレが。ルーム抜けて、メイン行ってる。エンジンの方行ったな。で、市村は武器庫の方行って。そうそうそう、武器庫よ。そうよ。武器庫行ってるよ。動き分からへん。だから俺とマロさんと市村と、で、うん、後から遅れてリサ子があのメインホール側から来てるな。だから多分その時にマロさんも来ちゃってね。あ、そうだそうだそうだ。そうだね。で、武器庫行ったら川犬がいた。って感じ。そう。お？一番がどこで死んでたの？分からない。これ緊急なんで場所分かんない。そうだね。浜谷さんのボタンか。そうそう。あれ一村ペットつけてたっけ？つけねえんか。うん。どうだったかな。確かつけてなかったはず。出てたわ。ペットいたら場所分かんないけどな。そうや。ね、展望だよ、でも。展望にいるから、多分これ3つかな。無理？タスクないと？増えるほど、あの、インポスター降りた。うん。あの、役職は、とりあえずここで死んだっていう。まあ、だから、クルーがいますよね。俺みたいに一般の人。まあ、なんでね、うん。まあ、市村さんなんでね。さっき言われたことを。さっき言われたから。両兵マジ。します気持ち悪くだからね。気持ち悪。気持ち悪こいつら。ほんまに気持ち悪。いやそんなこと言ってないよ。気持ち悪。まあ役職はクルーがあってで鬼側のインポスターなんだけど、このそのインポスターの種類もあるんですよ。一つはシェイプシフターって言って。さっきみたいに俺がもう一人いたじゃないですか。変装できる。あれ。で、インポスターにも、その、ね、種類がある。普通のインポスターと、シェイプシフターみたいな。で、こっち側の一般の人でも役職は一応あって、エンジニアってやつかな。エンジニアっていうのが、そのなんか通気口の移動が、これね。この通気口の移動ができるんだけど、これが、インポスターが入れるところなんですよ。ただ、エンジニアも入れる、ここ。だから、白目に見られる。だから俺も入れるよ、つって、こう、パカパカ開ければ、ああ、この人白いんだなって見られるけど、わざと、その、インポスター側がそれをやられたらちょっとめんどくさい。で、あと死んだ後守護天使っていうのが、守護天使俺、あ、ついてるんだ。通信妨害されてるやんけ。俺できないよ。リサコ頑張れ。マロが来てるぞ。おいお前何しとんねんお前ほんまに。もうまた殺すぞよお前。お前何しとんねん。お見つけろ見つけろ見つけろ。はい、おい殺されとる殺されとるって。気持ち悪い。すごいじゃん。何しとんねん。何しとんねん。何しとんねん。やばい。メタクルメンバー全員殺されたって。あ、やばい。めっちゃ死んでる。まずい。めっちゃ死んでる、怖っ。怖っじゃねえよ、お前、殴つぼ落ちないねん。いや、もう、だからメインホールのところさ、追い回してるときに、下の角、ずっとマロさん。川健さんです。川健さんに僕は頼む。怖えよ、思て。ちょ。俺、怖くて逃げたけど、今、残ってんのが誰や。もう、上野さんに。おかあげ負けて、おい、タカピ何しとんねん。え、わかんな。死体ってこれどこで見つかったんですか。これ通信室ですね。え、マジでこれ、じゃあもう高さ人減れば減るほど、ここのエアシップ難しなんでって。おーい、これ。今どこにいるんですか。俺今ね、
キッチンから武器庫に上がっている。マロうますぎるってちょっと。この人あかんってこの人にインポスターやるとさ。これどっちやろうな。本当怖いマロさん。あ、うわあ。どっちですかね。これマロさんだったかな。これすばかれたわ。ありがとうございます。タカピー、タカピー。あとちょっと早かったら殺害現場見れてた。もう直前で殺されたんだよリサ子。マロさんが下からずっと見てる。隅っこで映っててんよ、もうめっちゃ怖かったもん。怖いよ。絶対これ来るな思ったけど逃げ場なかったからもう諦めた。なあ、この人飛びつけてるってインポスターになった時のレベルがうますぎて。いや逃げてる感がなかったんだよな。いやうまいよね、確かに。うまい。むかつくこいつマジで。おい、ロヘってかさっきのなんやねん、お前なんだよ、俺やねんって、なんやねん、お前さっき。しばくぞ。はい、始めまーす。時間的だと2回ぐらいしときます、一旦。はい。マジでならんやんけ。マジでならんやん、もう。わ、出た。またこれ掃除のやつや。じゃあやろう、掃除。照明をし、えぐーえぐー、え、照明を修理。えぐくない？それは。あ、もう修理したの、早っ。はいよ、はいよ、はいよっと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 、はいよ。慣れたもんよ、これ。はい。あ、慣れたもんよ、これ。一回ぐらいインポスターないだったなぁ、ほんまに。これの、おこっちか。わからんのテープタスクっすよね。あ？あってなんやねん。わかった、ごめん、ごめんね。あ、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 え？さっきタカピあったよな。シャワー室ですね。シャワー室。ちなみに俺と市村とマロさんはセキュリティルームの下にいる。うん。まあすごい、あのプロペラ音がめちゃくちゃ大きい。プロペラはすげえ。いやこれ音下げれば聞こえるよ。SFX 下げれば。SFX か。ああ下げれば大丈夫。両平とリサクはどこにいるんだい？私シャワー室に今入ろうとしてるところっす。うん？シャワー。でリサクは？私は展望デッキであの Wi-Fi やってた。展望デッキで、いや左下か。うん。ああそっちでね。そうするともう俺から傭兵やで。そうやな。そうやな。もうそうだろうな。それかあのリサ子が嘘ついてるからな。
あ、本当はいないってやつ。良平、良平お前やろ。良平お前やろ。いや後悔しますって。俺的にはそろそろタカピーになりそうな予感もするんだけどな。いやそうなんですよ。なんでここら辺で。まあタカピーは直前であった。まあこれがいつ死んでるかわかんねえしな。確かに川健が。そうな。タカピーとは直前ではあった。多分広いからね。電気室でな。殺されてから見つかるまで時間が経つんよな。ああ確かにそうだな。え、じゃあ電気室だったっけ？あ、いや診察室か。すれ違ったよね。ああ、そうやね。診察室やな。で、電気室に向かってったよね。そう。うん、そうそうそう。そこでは合ってるんだけど、だからその後俺は下行って、ハマヤンとマロウさんに会った。え、良平はどっからシャワー室に来たの？これ、あれですよ。ラウンジで本片付けて、川健さん見てて、で、終わって、そのままアーカイブからシャワー室のやつやろうと思ったら、だからタスク一緒なんですよね。川健さんとほぼ。一旦殺して、いやでもその時に会ってないから、あの他の人に会ってないから分かんないですよね。うん、スキップか一旦。なんか またこれか。また照明を修理。一番近いので。そこか。白いか？なんで無言やねん。なんで無言やねん。え？これでやねん。え？え？なんで無言やねんって。え？聞こえてへんの？あ、聞こえたわ。おお。もう何もないの。またタイミング悪い。これすいません、タイミング悪くてすみませんプロペラプロペラがうるさくてさまたかプロペラの音がやばくてさ、ちょっとすいません。 まだ終わんなかった。あれ、いや、あっちが言ってた。展望デッキの方か。あ、そっち側も、あ、そっち側もあったの。二つあったの。あ、二つあった。ってか、うん、そう。そんなのもあんだ。もうこれ、あと両兵か。ミュートやね、ごめん。でも俺も、今から展望デッキの市村さんがいる側やろうとしてるから。来んな。俺と市村さんは多分、除外されてる。とりあえず、じゃあ市村さんに投票しときまーす。じゃあお前や。じゃあお前や。じゃあ市村さん一回つっとく？お前らさ、お前らさ、なあ、終わんないってそれは。エンタメ、エンタメ。エンタメじゃねえよ。何がエンタメや。まあ幽霊になってもね、タスクはできるんでね。何やねんこいつ。あ、え、俺よ。これは、これやばいかも。これやばい。市村さんつらい。ああ、お前ら終わったわ。はい、どんまーい。お前ら、はい、どんまいです。俺スキップしたよ、ちゃんと。俺もスキップ。俺リサコに出た。え、私？ミュートね。ミュートね。終わってるわこいつ。にしとんねんこいつら、本当にバカだれどもが。
音ね。え、どこ？あれ、これ終わったの？これ終わったんだ。あ、終わった。うますぎるってこの人なんだ。え、これあ、マロさんや。マロさんやで。うわ、最悪やな。もう連続でなりすぎやって、こいつ。セキュリティルームで死体が発見されて、ちょっともうマロさんとすれ違っちゃったんだね。ね、マロさん。はい、ナイス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 。市村に投票したのマロさんです。こいつ、キモ。ここで市村さん、映っといてよかった。なんでやねん、お前、バカじゃねえの、お前。え、マロさん？マロさん？リサ君、話聞いとけって、お前。ほんまに。自分でディベートは。もう2連続は嫌だって。心が。もう、ダリって、お前。なんで投票で俺釣られんねん。おい。両兵とマロさんやろ、いつ入れた。おい、むー、ね、最悪や、マロさんやろな、入れたのは。俺入れてないよ、俺スキップしたよ。リサ子か？ごめん、私5入れちゃった。お前、違うぞ、お前、マジで。お前、アホやろ。間違えちゃった。デバグぞ、お前、マジで。ごめんなさい。泣けんだよ、ほんまに。俺、これ最後は嫌ですよ。これ最後嫌ですよ、俺は。こんな、無慈悲な。慈悲がないです、こんなの。終わっとく？終わっとく？終わるなって、もう一回やろ、こんなの。じゃあ、一旦ラストにしますか。はーい。はい。詳しかったら、まあ。ね、なってやる、インポスターに。俺がなる、インポスターに。じゃあ市村さん最初に釣りまーす。そうだ。ああ、インポスターか。じゃあ浜屋や。じゃあ浜屋や。じゃあ浜屋やろ。じゃあ浜屋や。え？ここはまたなんかあれが変わってる？電気室がいっちゃ嫌かもな。あ、はわあ、こういう系か。早っ。あー、そういう系ね。音いいね。あ、ここね。どこだこれ？ここか。困ってるだけ殺されんだよな、あんまに。うん、なんかまた
うわ、閉められた。閉められたよ。動けないよ。動けません。誰か。え、あ、そういうこと。おっそ、これ何？上の方よな。解除するところにマロさん死んでた。え？マロさん、昇降機のところの今の警報止めるやつの、うん、あの梯子降りたところでマロさん死んでた。え？ああ、右側ってことな。うん。わからへん。上の方俺全然行ってなかったからな。行ってねえな。俺も浜谷さんとすれ違ったぐらいだから全然わかんないっすよ。武器庫、展望、キッチン、セキュリティルーム、電気室ってもらったから。ん、私、ハマヤンとさ、昇降機のところで一緒にいたよね、今。うん、いや俺も途中からいたけど、もうリサ子とハマヤンいたんだよね。で、ハマヤンも右に行ったのを見、うん、で、リサ子が左の方やってたから、俺右の方行ってんか。うんうんうん。で、パイセンがその後スッと左の方から来た、ハマヤンいた。そうで、2人やってんのも確認したから、緊急すぐ押せるように準備しようかなと思って上行ったんよ。はあはあはあ。だからってか合ってないな。なんだろう、あれ緊急押したら止まるよ。これ多分、あ、緊急あれは警報中はいけへんのか。そう、警報中はダメや、ね、この普通の通報だけか感じできるわ。そう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 。え、あ、え、谷口さんはどこに行った？俺今アーカイブと昇降機のちょうど間のところ。あー、じゃあ近くにいたってこと。うん。うん。まあでも情報がないです。可能性的にはな可能性的にはリサ子が渡ってきて殺した後渡ってきて、うん、片方解除してるっていうパターンもあるし、タカピーがもうすでにやってて右の方一旦行ってっていう可能性もあるけどね。あるな。あ、私でもあれだよ、ミーティングルームのタスクやって降りてきて、で浜屋に会ったから。まあそこはね、承認ないですけどまあ好きですねなんだよ、わからんな。わからん、まずいぞこれあとどこだっけ。あ、ちょうどいいとこ。え、あ、タスク終わったわこれ。え、これ何、これは何、通信か。通信だな。おう、なんか両兵がえ全力でこれを無視して宿舎前通路右に行ってんけど、前さんミュート。あ、ごめんな、あ、お前なんでおこいつはなんでミュートを変えてThank you.
今ボタン押してもあれか。興味。そっち側はいけねえんだもんな。このマップほんとむずいな。というか死体すら見てねえしな、俺に関してはほんまに。タスク全部終わってんじゃないの。あ、これか。あー、照明な。はいはい。じゃあ、そろそろすか。なんか嫌な予感するわ。あるよね。緊急押します。あかんねえなーこれ。一応わからんもんな。あ、元祖 TKP メンバーですか。今メインホールと電気室のとこで浜やんと、うん、すれ違ったね。すれ違った感じやね。なんか良平何してんのさっきから。お前ミュートやね。良平さん、あれ、キッチンなんです。俺タスク量がちょっと多すぎてこれやらないと多分あの殺されてて負けちゃうんで、全力で無視してタスクやってます今。さっき通信妨害された時もなんか右に調子してたよね。こいつだけ来なかったな。あ、そうです。もうあのタスク重視です。それで負けたらどうすんの。多分負けないんじゃないかな。なんかね、なんかじゃない。ちょっとこのタイミングで緊急を押した俺を白目には見てほしい。いや、でもそれ逆に怪しいですけどね。まあ、それはもう ボスに俺は委ねる。いや、委ねたボスがボスだったら最悪やろな。あかんで、あかんで、それは。まあ、その可能性もあるよね。ああ、まあまあ、うわ、この4人の中にいるんだ、殺したやつが。殺人鬼がいるんだ。4人の中にしかおらんけど。俺はあのエンジニアでベント取れます。え、タスクもう皆さん終わります。俺終わったぞ。終わった1個。谷口さんどれぐらいですか。あとシャワー室と電気室とアーカイブの3つかな。なんか両辺っぽいけどな、これ。俺あと1個なんですよ。おお。じゃあタスクで勝つやんね。そうです、タスクで勝てれば一番それが無難っす。とりあえず両辺に入れたような一村。もうこいつが怪しいもん。って言ってこれバイタカピーなんだろ。なぜやるな。あいつキッチン助かるって言ってキッチン来てねえよ。あ？あとエンジンルームと昇降機だよ。エンジンルーム。照明か。抜いたか。お前か、お前かなあ、本当はお前なんか。もう俺も終わったで。うっ、なんかいる、怪しいやつが。
え？うわ、もう全員 NG はもう、やだ、こいつら、ほんまに。でもどうしたらいいんやろこの場合。タスカート待ってねえ、何タスカタスカートタカピーだけなんじゃねえの。タカピー、あー聞こえんね。向こう行っちゃった。いやでもこのタイミングでタカピーじゃねえってことは、ハマやん、これ両兵じゃねえの。いやでもどっちみち今のは俺ら殺すタイミングで2人おったから無理やったからな。勝ったわ、タスク終わったわ。お、もしかしてこれタカピーか。ナイス。うわー、これナイスです。ナイスー、ボスだったか、怖っ。倒してそのまま一の幕もいけるってなったんだけど。あぶねー。だから俺もタスク終わったから、もうこれ一まで死ぬとはいいなと思って。お、あぶねー、マジで。これさ、倒すときさ、左クリックか右クリックでできんの？左クリック、いや、右下のボタンに。あ、ボタン押さないといけないよね、やっぱり。そう。それ、ゲーって、押さなきゃってなったとき外してさ。外したんだ。ディスコードの画面に切り替わっちゃった。最悪や。最悪や。トロールしたる。いやー悔しかったな今の。いやー分からんかった、怖え。もう今日はひどかった、何も見せ場がねかった。あれやな、キーボードの9キーでも殺せるな。あ、そうなんだ。あ、それでやればいいのか。うん、完全にしくったわ。キーワイヤーってできるっぽい。何回かそういうのあったんだよね。そうだ。でも高津さんを迷わず俺は殺してましたよね。迷わず殺してた。私も通り魔された。最初の3人ぐらいがね、結構、あ、これはもう絶対大丈夫やなっていう。カワケンも含めた。に追い込んで。早かったな。早かったわ。あとさ、そう、あの停電の時に殺された。停電直しに行ったら、あ、そう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 。ああ、そういうことね。あ、こうやってこうやって簡単にあの殺されるんだなって思った。油断してたなあれは。もう俺解除しに行ったらマロさんの死体があったから、もう解除せず通報した方がいいかもしれない。恐ろしいわみんな。恐ろしい。まあ、おめえもや。まあ、あれ両兵か高尾さんやと思ったけど。まあまあ、どっちかやとは思った。これタスク量偏りすぎだって、俺14個ぐらいやってるから。いや、まあ、怪しいと思ったら、そんなにいいって思ったんだよな。本当に多かったんだ。俺ほとんどが、なんか電気室に密集してた。あー、あったかも。ヒロ系のタスクはね、あ、そう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 。あと、電気室の、レバーを順番に押していくやつとかが難しいかな。時間かかり、難しかった。はい、ここで一旦閉めますか。今日はこんな感じでいかがでしょうか。なんかソーシーさん帰ってきてるっぽいけど。ええソーシー、いや、なんかコメント見たら今帰ってます。今帰って帰宅中なんや。まあでもこれ待ってると何時になるかわからんから、あれなんじゃない。今日も行ったんで一回配信は終了でいいんじゃない。あ、配信は終わりますか。そうですね、配信は終わりますか。まああとはまあちょっとゆるーくもしかしたら他ゲームやるかもしれないし、では一旦配信は終わります。皆さんありがとうございました。お疲れ様です。